これどうすんだ。現地11時10分試合開始予定、雷雨の予報、雷雨前からも雨。大谷って雨の日派手に調子悪いイメージや。暑さにも寒さにも乾燥にも多湿にも弱い大谷が雨に強いわけないからな。暑さ寒さ乾燥多湿には強いイメージや。なお今日試合中止だと、おそらく明後日のヤンキース戦で登板やね。ヤンキースタジアムはあかん。なんとしてもザコボストン相手に投げたいところ。てか雷雨って試合できるんか？試合中止の可能性もあるな。大丈夫だ、トラウトが天気くらいなんとかしてくれる。なんでそんな朝からやんねん。前線の最後だから。レッドソックスの試合自体は後日、大谷自身はヤンキース戦にスライドだろう。なるほど、ヤンキース戦でそろそろ好投してほしいから投げてほしい気持ちもあるわ。ホームのヤンキース戦で投げてみてほしいわ。ヤンスタがあかんのかヤンキースがあかんのかわからんし、ヤンキース相手って毎回球種バレてる感じするんよな。ぶっちゃけずれた方が面白くね。次ヤンキース戦やろ。こんなめちゃくちゃな日に大谷先発させることねえわ。ループでも投げさせとけ。ヤンキース VS エンジェルスはベーブルースの建てた家と言われるヤンキースタジアム100周年興行となっていて、二刀流の大谷がいるエンジェルスを相手に選んだらしい。ベーブルースってヤンキースの選手なんだ。定位置が近づいてきたな。なんなら現地点が定位置やろ。やっぱ3連敗ってでかいな。大谷っていつ移籍するのが濃厚なんや？シーズン終わり？途中でナリーグ行くと成績消えるんやろ。エンジェルスがこのまま沈むなら夏にトレード濃厚。トラウトが試合そっちのけで天気ばっか見てそう。トラウトって雷雨の時はテンション上がった打ちまくるんやなかったか。あまりのナイトメアに地球も泣いとるわ。